フォア奥に追い込まれた時の、サイドストロークの打ち方を教えてくださいというですね、質問の方が来ておりまして、そちらの、回答をさせていただきたいと思います。まず、サイドストローク自体の打ち方はですね、通常の、こう横を振るっていう打ち方になるんですけど、肘グリップエンド側からこう引きますよと、その後に肘をラケットが後ろ回って肘が若干こう入れ替わる、前後ろが前と後ろとこう入れ替わったものに対して肘から先を外に開く運動の時に開内運動、ここですね、その運動をこう行いますと、開内運動、内旋運動っていう、必ず打ち終わりはこう肘の外側が見えるようになりますよ。これがサイドハンドストロークっていう形に、フォアハンドはなるんですけど、そこからですね、例えば右奥、要はフォア奥って呼ばれるところに対して、通常だと、こう入れ替えるとか、もしくはこう飛びつくっていう選択肢があるんですけど、相手に出されているシャトルを取る際ですね、その出されているシャトルの高さ、それが高いものであれば、落下点まで行って入れ替えますよと。球が、高さがそんなにないものに関しては、シャトルの下に自分の体を入れるっていう運動が、できなくなりますんで、フォア側の場合はですね、飛びつくと。ポンと。そのシャトルに飛びつく。それによって打点が、通常の打点よりも低くはなっちゃうんですけど、そこの飛んだところでこう打ちますよ。もう一つには、フォア奥なんで、アンダーですね。サイドっていうよりも、サイドですね。こういう形で取るという運動になる場合があります。それは、シャトルの高さがこう高い、ライナー、こう低いという形になった低い球を取るときには、自分の体の正面でシャトルを取る必要性がありますので、まず入り方ですね。フォア奥を追い込まれた場合の入り方は、大体ここから何かをした、ポンとネット前からこう、つけられた場合に関して、こういうふうに低い球で返されますんで、その場合は、後ろ交差、こうクロスステップっていうステップの中の、後ろ交差って運動をしていく必要があります。ここから向きを変えて、1、2、で、股関節を最後開いて、3でこう入りますよ。その時に、打点に関してはですね、この出されているシャトルを自分の体の正面で、これが正面っていう形になりますんで、自分の体の正面、カメラの方に向かってやりますと、1、2、3で入った時に、ここは自分の体の後ろ側になってしまう分、シャトルが必ずアウトになってしまいますんで、なので自分の踏み込んでいる足、いや重心が真ん中はここなんで、それのちょうど、ちょうどというよりも体ですね、本当に、の正面、こういうことですね、正面で取る。こういう状態になります。それを、先ほどやったサイドっていう、ここから出されたものを外からこう内側に開きながら、肘から引いてこう開くという運動を、後ろでやりますんで、追われた球を自分の体の正面でこう取りますよと。いいですか。これがですね、前交差って足の入り方になってしまいますと、打つコースがどうしてもこう狭くなってしまう分、ストレートに返すっていう選択しかなくなってしまいますんで、できれば出されているシャトルに対して直線、ここからシャトルのところまで1、2、3という形で出されているシャトルの後ろに入る
っていう形になってしまうと打点が後ろになってしまいますんで、後ろ交差という形で出されているシャトルの横ですよねに入るっていうところを意識するようにしてください。そうすることによって自分の体の向きがシャトルの方をまあ向く、自分の体のここですよね、スペース、左足側のところにスペースが空く分、ストレートクロスっていう風にコースが広くなりますので、まずはフォア奥追い詰められた場合に関しては後ろ交差によってシャトルの横側に足を入れてくださいね。で、次に球を捉えるという運動が自分の体の正面になりますので、こちらを意識するようにしてください。では実際打っていきたいと思います。出されたシャトルをここですね、横側に入って自分の体の前で打ちますよ。くれぐれもこのシャトルに対してこのような形で背中を向けて入るではなく、シャトルをいつも横で並走をするっていうイメージを持つようにしてください。で、ラケットに関しては本当サイドストロークっていう肘からを引く、ラケットヘッドが後ろに返った時に肘が、まあ、フォアの場合はギュッとこう前に出るっていう運動はないんですけど、後ろにある肘が体側ぐらいまでは来ますので、その後は肘から先をこう外側に開くと、それによって床と平行にシャトルを、まあ、ラケットを振るという形になりますんで、並走して外側で開きますよ。こちらをですね、意識していただきますと、自分が例えばネット前、まあ、下で拾わされてしまうとか、それに対して相手にこう後ろにやられる、出されたシャトルを自分が後から追いかける、それによって打点が下になってしまうと、そういう場合でもですね、この入り方とラケットの使い方、こちらの2つがですね、できればこうアンダー、下で球を取らされてもですね、ストレート、クロス、もしくは大きく強く振ればこう大きく返る。で、これがラケットの操作として弱く返せば落とすっていう選択もできますので、まずはですね、こちらの入り方とラケットの使い方、こちらを意識するようにしてください。